スはねまだ負けたことないかも。あまにょまにょまにょねあまにょまにょまにょいけいけいけ無理か高松が誰結構いけるんかな。今相手、CPU ミラーですかって思ったやろな。こいつ最悪。さすがに復帰阻止は下火じゃないメテオでちゃんと押しおきたらダメ回避。いや読んでたけど押しおき。やっぱり人間ルールを破ってからは生きられませんから、社会の枠内で、道徳の範囲内で。ちょっと、やべ、あ、なんかモニターが消えた。ああ、ついたついた。びっくりしたー。俺が道徳を語ったらなんか、モニターが消えたんやけど今。そのウエスマで撮ってくるのおもろい。頼むって。よし。よし。勉強さん、今のフォックスです。対戦ありがとうございました。勉強しすぎ。さあ、サクッと勝ってたらまあいいわ。マリオで毎回さ行くとき3連敗ぐらいまで行くから。そのなんか体でかっ。いや、それ、何嘘つくなって。頼むから指見るなって。めっちゃブンブンやんけ。これジャンプライン、バカだから。くそげー。もう俺マリオやんやっちゃうわ。俺さ前のさスーパーマリオブラザー初代でさ、あんだけマリオ見てさ、もう見ることはないやろって思ったら、思わぬ角度からマリオが、俺マリオがさ、思わぬ角度からこのマリオの呪縛から抜けれんのやけど。やべ、こっち頭いい。あ、もう怖い怖い怖い。ああ頭いいのお前。なんやねんそれ。このジャンプはかる。それはバカ。誰
やめろよ。回避見てたんやけどな、気持ち的には。え、おお、めちゃくちゃ飛ぶ。これは天才だろ。てくれ、やめる。プリンは壊し重視、軽いやつはアグレッシブにスマッシュ振っていい。間違った、降りれてなかったわ、コメント見せたしゃあの、騎士みたいに座ってたわ、崖端で。めっちゃバカ、もしかして。え、ちょっと待って、めっちゃバカそう。めっちゃバカかも、みんな。え、え、俺9ですよね、これ。え、今までと比べ物にならんぐらいバカかも、この人。いや、違う。思い出した。思い出した、みんな。こいつ寝てくるんだ。待って、みんな思い出した、思い出した、思い出した、こいつ寝てくる。はい、これで次寝られた死亡。もうギャンパチンカスやん、ただの。無理やった。密着できん、密着できん、密着できん。こいつ、俺が密着できんことをいいことにさ。あ、やべえ、割れる。ちょっと待って、ちょっと待って、みんな。こいつ最終的に自分で眠りやがった。なんか両個体って分かるんよね。あー、これ S ランクだ。ガノンと、ガノンと一つになる。多分40連勝ぐらいした頃にも、多分俺、多分肌が緑になってる。同化が始まる。もうこいつうざいって。ああ、両個体来た、また。ちゃんと出してくれ。はい、ああ、出しオッケー。大よりかけど、まあ言うてない。あれ、ジャンプ読みなんかな。あそこの横スマとか置いてんの。冷静は？いや、惜しい。やめろよ。96%。あっぶねえ。108。マリオのクッションリスクつけるのむずすぎる。いや、そうなんよね。いや、ちゃんと上から復帰つられてジャンプ読みメテを決められたんやけどおい、ふざけんなお前
人の皮をかぶった悪魔め。めは？おかしいやろこいつ！マジうまいな。あ、お前なんなんその振り向き弱一段掴み。え、今日の CPU ちょっとやばいかもしれない。いや、これいい戦いに見えんじゃん。結局最終ストックでぶっ壊して俺が勝つ。